有害人類の皆様こんばんは。正宗役の峰田博夢です。家康役の尾藤大輝です。はい、僕たちがどこに来ているかと言いますと、こちら。誰も突っ込んでないから戻るね。ごめんよ。9月3日から9月18日までマガツノートとコラボが実施されているグラフアートカフェ様に来ております。はい、グラフアートカフェさん、ご協力いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、戦シーズンということで、店内に光秀と秀吉の等身大パネルも設置されております。はい、もう早速グッズコーナーに皆様ご案内します。いきますよ。いきますよ。グッズコーナーあっちです。さあ、もうね、店内もいろいろと飾り付けされてますけど。いや、すごいですね。はい、そしてこちらがグッズコーナーです。うわー、もういろいろ置いてありますよ。あ、見てこれ。もう多分カフェの皆さんが作ってくれたやつですよね。素敵。グッズコーナーではですね、期間中にグラフアートカフェでコラボドリンクやグッズをご購入いただくと、1000円ごとに1枚、現在進行中の戦シーズン投票企画に使用できる20ポイント分の投票用シリアルコードが獲得できます。こちらでは3月に開催された初めての解放区のグッズや、6月開催の解放区初夏の陣のグッズが販売されています。はい、こちらが全13種類の武将のコースターになります。あ、なんか質感がすごくマットな感じでかっこいいですね。ってことは、今からこれは我々は飲み物を飲むわけですよね。ですね。5種類ね。5種類。はい。果たして我々は全てのドリンクを飲み切ることができるのか、そして自分の演じるキャラクターのコースターを引くことができるのか、チャレンジしたいと思います。頑張るぞ。おう。今回5種類の飲み物を飲む順番は、こちらの箱の中からくじを引いて出たものから飲んでいくという形式になっております。早速最初のくじを引いていきましょう。はい。あ、すごい混ぜてますね。はい、どうぞ。じゃあ引きますね。この一番最初に触ったやつにします。はい、ということで開きます。ダダンダダン。僕が引いたドリンクは、アーク医療局、医療局特製美と健康のピンクサイダーです。アーク医療局の医療局特製、はい、美と健康のピンクサイダーでございます、はい、こちらの中にはサイダーと桃シロップに、レモンとセルフィーユが入っています。おそらくこの緑のハーブ、ミントみたいなやつのことだそうです。はい、ということで、もう早速もうこのコースターも裏返しに来ましたよ。あの、忖度がないってあのさっきスタッフさんに言われたんで、はい、ちゃんとランダムで来るんですよ。だから何が出るかわからないんで、もうこれはあのカメラに見せましょうか。せーのでいきますね。はい、せーの、はい、あ、え、あ、お、まさむねくん、すごい、これプロジェクトが始まった時のまさむねを引き引いちゃって信長を引いております。ちょっとまさむねのこと考えすぎじゃない。飲みましょう、飲みましょう。どうですか、お味は。めちゃめちゃ爽やかです。爽やか、桃の、はい、甘みとレモンの爽やかさがすごいマッチしてて、じゃあ結構さっぱりしてる感じなんですね。さっぱり系ですね。いただきます。あ、これは美と健康になるわ。本当だ。さっぱりして、今すごい喋ってて喉乾いてたんで、すごいいいです今。美味しいです。美味しいです。ありがとうございます。2杯目に行こうと思うんですけど、じゃあ次は美藤くんが引いてください。ウロボロス。おいたわしや。光秀様に捧ぐ特製ドリンクでございます。おいたわしや、おいたわしや、おいたわしや、光秀様。こちらが、カルピスと巨峰シロップにレモンスライスが添えられている、はい、イメージカラーの紫が綺麗なドリンクになっているそうです。はい、じゃあもうこれ先にコースターからいきますよ。いきますよ、せーの、はい、はい、誰だ。忠勝ですね。そしてそんな尾藤くんは乱丸です。乱丸、おいしい、おいしいよこれは。尾藤くんもすごい飲むじゃん。大丈夫、尾藤くんは結構体調に現れるよ。ほらほら、一生懸命涙が出てきた。おいたわしや。あ、もうそういうことね。おいたわしやっていうの忘れてましたし、しかも忘れてましたね。次から次へと飲んでいくわけなんですけども、はい、さあもう引いていきますよ。まあそろそろね、自分のところ来ないとねって思ってるんですけど、うんうんうん、もう早速
来ましたね、僕が一番飲みたいって言ってたドリンクが、うん、ちなみにね、これがですね第六天魔王軍の魔王の風格混沌の乱世ドリンク、こちら中身がコーラです。そしてストロベリーシロップ、いちごダイス、うん、セルフィーユ、セルフィーユ、ドンドン、どうだどうだ、あれあれ、え、気になる気になる、その反応は、あれあれ、自分でご覧なさい。来たきた、家康来ました。そして玉之助でした。玉之助、おいたわしや、やったー。はい、ということでもう実食していきたいと思います。はい、いただきま す, いただきます。これも混ぜた方が良いのかな。光にかざすとめちゃめちゃ綺麗です。美味しいです、うん、ずっと美味しいですしか言ってないかもしれない。浮いてるな。そっか、それじゃ食べれないか。あ、落ちちゃった。はい、来た。はい、アーク監査局小十郎特製働く政宗のご褒美ドリンクです。来ました、やっと来ました、やっと来た。アーク監査局小十郎特製働く政宗のご褒美ドリンクということで、うん、中に入っているのはメロンソーダとブルーキュラソー、上に乗っているのはホイップとサクランボです。うんうんうん、仕事で疲れた政宗のために小十郎がこれを作ってあげているの、ね、もう可愛すぎますよね。なんてホイップホイップとサクランボ乗せてるんだもん。楽しみですね。そろそろ当てたいと思います。寛米です。じゃあ僕が当てるのは直政です。直政、はい、はい、どうだ。あ、惜しいな。惜しい、惜しいな。ってことはあれか、清正か。正解。あ、清正だ。僕は小十郎。小十郎だ。すごく夏を思い出します。うん、これ今んとこ僕は京一で好きかもしれないです。あ、本当ですか。はい、あとこれさくらんぼ早めに食べないと。これ皆さん種どうするんでしょうね。ペかな、ペかな、ペですかね、ペかな、ペかな、ペ。はい、最後のドリンクはですね、マットファングの太陽にだって負けやしねえ特製オレンジでございます。太陽にだって負けやしねえはラジオドラマのシーズン1の秀吉のセリフとなっていて、うん、でこちら中に入っているがオレンジソーダとグレナデンシロップ、上に乗っているのはバニラアイスとセルフィーユになります。で下の赤紫色のグレナデンシロップはザクロのシロップです。へえ、うん、あ、これがザクロの味か。ザクロの味を初めて知ったかもしれない、うん、表情で味表してみて。表情ですね。表情で味表す。いけます。じゃあいきます。3、2、1でいきましょう。いきますよ。3、2、1。ちっちゃい声でありがとうございます。ちっちゃい声でありがとうございます。ディレクターさんからちっちゃい声でありがとうございます。2人とも太陽に負けやしないに引っ張られてましたね。ちゃんと負けやしない目尻上げましたから。僕は光秀様ですかね。じゃあ最後は。じゃあ僕は、秀吉で、はい、いきます。ということで、じゃあ最後、ラストいきます。せーの、はい、ドン。お、これは、これは今、ほら、ちょうど、来ましたね。戦シーズンの二人ですよ、これは。すごい。バチバチじゃないですか。さて、はい、こちらで、コラボドリンク、全5種類を、制覇いたしました。やっ、いやー、ビト君、これは飲んでみていかがでしたか？いや、もうさすがにお腹いっぱいですよ。お腹タプタプですよ。ね、上下に揺れたら波音するかもしれない。なんか、テンポ早かったし。最終的にどれが一番美味しかったですか？政宗のご褒美ドリンク、小十郎ドリンクが一番美味しかったんですけど、一番最後にこの
オレンジ、うん、飲んだじゃないですか、はいはいはい、結構後味好きになって、うん、なんかいい感じの順番だったなって思って、爽やかから始まって甘いのから来て、うん、また爽やかなのに落ち着くというコース料理みたいな順番だったからいい流れでしたね。いい感じで、うん、なんか締めくくれました、うんうんうん、はい、ということでマガツノートグラフアートコラボカフェは9月18日の日曜日まで開催中です、はい、お時間のある方はぜひ遊びに来てくださいね、うん、残念ながら今回来れないよっていう方もこの動画でコラボカフェ気分を味わっていただけたら嬉しいです。はい、先ほども紹介した通りコラボカフェでマガツノート関連商品を1000円お買い上げごとに投票用シリアルコードが1枚獲得できますので、ぜひ皆様もコラボドリンクを飲んで好きな陣営に投票してください。はい、ということで以上グラフアートカフェより正宗役の峰田博夢と家康役の尾藤大輝がお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかった。美味しかった。